イギリスの首都ロンドンに立つ大きな時計塔のある建物、ウェストミンスター宮殿です。ビッグベンの愛称でも知られる大時計は、2022年に5年間の大規模改修が終わりました。文字盤の数字や時計針の色が建設当時の色に塗り直されるなどして、色鮮やかな姿でよみがえりました。地図でその位置を見てみましょう。ウェストミンスター宮殿はロンドンの中央部を流れるテムズ川の岸辺に立っています。隣接する修道院、ウェストミンスターアビー、セントマーガレット教会が世界遺産に登録されています。ウェストミンスター宮殿は修道院とともに11世紀中頃にエドワード1世によって建てられました。中世には王の住居とともに議会場としても利用されました。1640年に議会を国王が武力で押さえつけたことがピューリタン革命の発端となりました。1834年の火災で大部分が焼失、約30年かけてゴシックリバイバル様式で再建され、現在の姿となりました。ウェストミンスターアビーでは1066年のウィリアム1世以来、歴代のほとんどの国王の戴冠式が行われてきました。セントマーガレット教会は一般信者向けの教会で、イギリスのチャーチル元首相などの結婚式が行われた場所としても知られています。